はい、どうも柳田です。こんにちは、お疲れ様です。今回の動画もですね、YouTube のコメント欄からたくさんご質問いただいてますので、これに回答していこうと思うんですけれども、まあ、今回はメルカリのものですね。で、メルカリはですね、僕は、中古品の転売を10年ぐらいずっとやってきてる関係で、取引量がですね、まあもう1万件以上、1万何千件かの取引をやってきております。で、まあ、累計になってくるんですけども、前はですね、アカウント2個持ってやっていたんですが、メルカリにバレてしまって1個消されちゃったんですね。で、残ってる方のアカウントが今まあ評価6000何百ぐらいっていう感じであるので、まあ、それなりにですね、参考にはなるんじゃないかなと思いますので、まあ、よかったらですね、メルカリに関するご質問ある方はコメント欄の方から何か送ってください。はい、ということで、ご質問の方いきたいと思うんですけれども、ゴールドラッシュさんですね。ゴールドラッシュさんありがとうございます。なんか結構コメントしてくださってる方だと思うんですよね。うん、ありがとうございます。動画アップありがとうございます。柳田様の動画を見るのが日課になってきました。ありがとうございます。質問なのですが、それなりの相場の値段で出品した商品が売れないとき、どれぐらいのタイミングで値下げするのが良いのでしょうか？ちなみに私はすぐに値下げしてしまい、行き詰まることが多々あります。よろしくお願いします。ということなんですけれども、ゴールドラッシュさんありがとうございます。値下げのタイミングについてですね、これはですね、まあちょっと一概に言えないな。その、出品してる人のその売り方のスタンスによってくるので、この辺は何とも言えないんですよね。で、時間がかかってもいいから高く売りたいっていう人はあんまり値下げしなくてもいいし、値段よりも回転率の方が、お金の回転率、商品の回転率の方が重要だっていう方は、まあ、こまめに値下げした方がいいしっていうことで、タイミングは本当ね、何とも言えない難しいところですね。で、僕の場合どういう風にしてたかっていうと、最近はですね、あんまりもうこのなんていうのかな、メルカリへのね、意欲が薄れてきているので、そんなに力を入れてないので、あれなんですけど、まだやる気があった頃はですね、毎週、何曜日だったかな、毎週木曜日とか決めて、すべてのその出品しててまだ売れてない商品の値下げをするっていう風に決めてました。はい。なので、週1ですね。週1で値下げの作業をやっていたということですね。で、最近は、適当に最近は割と適当に下げてますね。気が向いた時に、1日1回とかね。そう、1日にね、同じ商品を何回も値下げするっていうことは基本的にはしないんですけれども、気づいた時には、まあ適当にピピピピって下げちゃうっていうようなことはやってますね。で、何回も解説したことはあると思うんですけれども、タイムラインですね。メルカリはタイムライン形式になっていて、商品が表示されるんですね。で、タイムラインっていうのは何かっていうと、出品された順番にこう上に表示されるようになっているんですけれども、これがですね、時間が経過するとともに当然こう下に埋もれていっちゃうですね。はい。で、これをまた再度、どうやってこのタイムラインの上に表示させるかっていうと、方法は2つあって、商品を1回削除して再出品し直すっていうことと、あとは値下げですね。値段を下げて、値段を下げることによってまた上に表示されるってことがあります。で、これ値段、その金額ね、下げる幅なんですけれども、まあいろいろ噂があるんですが、おそらく100円下げればまた上位表示されるんじゃないか。なんかされる場合とされない場合とかね、いろいろあるんで、これメルカリの発表が何もないので何とも言えないんですけれども、値下げをすると、また再度上位表示されるっていうことがあります。で、一応まあ、この件に触れたのでお伝えしておくんですけども、僕は何回も言っている通りですね、このタイムラインの上位表示させるための、商品の再出品はやらない方がいいよっていうふうにもずっと言ってます。もうね、一貫して言い続けてる。はい。なので、これ注意してください。はい。メルカリの事務局の方にですね、目をつけられて、アカウントのリスクが非常に高い。上位表示されて、その売れやすくはなるんですけれども、この決して再出品っていうことを繰り返すと、アカウントバンされる可能性があるので、まず気をつけていただきたいっていうことと、あと値下げですね。これ値下げの裏技として、この YouTube の中でもですね、たくさんこのね、情報が出てると思うんですけれども、例えば1000円の商品を出していて、なかなか売れないから、このタイムラインに上位表示させたいと。だからその時に、1000円の商品を1回100円値下げして900円にすると。で、900円にしたことによってタイムラインに上位表示されますよね。で、900円のまま売りたくないからこれを1000円に戻すっ
っていうやり方ですね。タイムラインに上位表示させるために値下げをして価格を元に戻すっていうやり方で、またこう埋もれてきますよね、商品が。そうすると次は1000円に戻したものをさらに800円に値下げしてタイムラインの上位表示させると。で、800円で売りたくないからまた1000円に戻す、はい、これを繰り返すんですね。次はこう埋もれてきたら、700円に下げて戻す、で1000円にして、またこう埋もれてきたら次は600円にして戻すみたいな、こういうやり方が あって、結構 YouTube とかでもこのね、やり方おすすめですよとか、値下げをせずにタイムラインに上位表示させるやり方とかって言って、いろいろな情報が出回ってるんですけども、これも一貫して僕はやめた方がいいと言っておきたい。はい、これもですね、メルカリに目をつけられる可能性が非常に高いですね。で、これはメルカリのね、どの規約に触れるかっていうと、この辺もね、結構難しいんですけれども、多分、迷惑行為とか、嵐行為とか、スパム行為とは言わないと思うけど、嵐行為か迷惑行為みたいな扱いを受けて、メルカリに、アカウント停止、食らう可能性があります。はい、これだから、この辺はですね、本当に、ちょっと前の動画でも言いましたけど、ドーピングに近いので、やらないでください。ドーピングですね。もうその時はですね、ピッて売り上げが立つんですよ。売り上げが立ってなんかね、ちょって売れるから、あ、この手使えるなと思って思いがちじゃないですか。で、結構ね、やるんですけど、やっぱね、目をつけられてアカウントバーンされちゃうと、バーンされた後の痛手の方が大きいんですね。この作業をやったことによって得られる利益よりも、バーンされた後に食らうダメージの方が大きいんで、ぜひこれはやらないでほしいと。じゃあ、一体どうすればいいのかっていうと、値下げしたら値下げしたまんま売りましょうっていうことですね。はい、1000円を900円に下げたら900円のまま売ると。で、上位表示されるんだけど、これでも売れなかったら次は800円で売ると、ね、800円値下げして売ると。で、このままどんどん下がってって、ダメだったら700円で売ると、このようにですね、下げたら下げっぱなしで売るようにしてください。はい、これはですね、割と非常に重要なことなので、はい。で、なんていうのかな、難しいんですけど、難しいんだよね、その辺の話ね。不要品を売ってる分には、いいじゃないですか。不要品を売ってる分、自分のいらないものを売ってる分には、別にその多少値下げして売れてもいいというふうに考えられますよね。で、あと、この問題はね、背取りをやってる人なんですよね。店舗間の背取りとか、その電脳背取りみたいなもので商品を仕入れてきちゃうと、リザヤが薄いんで、本当なんか 20% とか 30% の粗利で、やるじゃないですか。その店舗背取り、電脳背取りの人って。あと、中国輸入系の人。こういう、ビジネスモデルでやってる方は、その利益率が薄いんで、こうね、この技をね、使いたくなる気持ちはわかるんですよね、すごい。わかるんですけど、やっぱりね、やめた方がいい。はい。結局、メルカリが使えなくなっちゃったら、このスキーム自体が破綻しちゃうんで、せっかくね、今までこの築き上げてきたその経験とかね、そのノウハウみたいなものが全部一発で無駄になっちゃうんで、基本的にはやめましょうっていうふうに言いたいですね。で、ポジショントークみたいになっちゃうんですけれども、まずそういう方はですね、試しにね、中古品の転売をまずやってみてください。中古品の転売はですね、基本的に粗利率が高いので、50% とか 70%、80% とか、下手したら 90% とかね、 100% とか出るんですよ。 100% っていうのはね、意味わかんないと思うんですけど、この僕がね、 100% 利益だよって言ってることの意味がわからない方は、僕のこのチャンネル内の他のですね、動画を見ていただきたいんですけども、そういうことは全然あり得るんですね。だってもう原価が安いし、僕が推奨しているですね、仕入れの方法を使えば、その粗利益 100% みたいなこと起こりうるんですよ。これが一番のメルカリの対策、本質的な部分っていうか、なんていうのかな、本音の部分、僕が抱えてる本音の部分では、メルカリのその売れやすくするコツとか、売れやすくするための本音の対策としてはこれが一番なんですね。それは仕入れがそもそも安いからっていうね、もう仕入れが安くて、その利益率が高いから、他の人とね、戦えるんですよ、いくらでも。だって、いくらで売れてもいいですよっていう状態になるから。はい。そうすると、さっきみたいな技を使わなくてもいいし、購入希望者の方がコメント欄から値段交渉してくるじゃないですか。そんなに値下げ交渉してくるのっていうぐらいの金額で値下げ交渉してくるんですけど、原価が安いし、その仕入れがうまくいってれば、全然それに応えられちゃうんですよ。で、この機会損失を逃さないし、値下げ全然しても大丈夫だし、他の出品者と戦っても全然もう圧倒的に勝てるんですね。だからその部分を、
まずちょっとね、一個考えてもらえればなと。で、メルカリの売れるコツの、その、もう、元々の本質的な部分は、仕入れで勝るっていうね、これが、本当はベストなんじゃないかなっていうふうに、僕は思っております。はい、すいません。ということで、ゴールドラッシュさん、今回のなんか話逸れた気がするんですけれども、値下げのタイミングとしては、人それぞれスタンスによって変わるので、一概には言えないと、はい、いうことですね。まあ当時僕は週1でやってました。はい、まあそんな感じですね。ということで、今回は以上にしたいと思います。はい。このチャンネルではですね、まあ一応中古品の転売をベースにですね、いろんな情報を発信してるんですけれども、まあメルカリのこととかヤフオクのこととか、あと古物市場ブランドオークションを使った仕入れのことについて情報発信してますので、悩み相談疑問がある方はですね、コメント欄から気軽にメッセージを送ってください。今日はですね、なんかね、僕昼の3時半ぐらいに目が覚めて、朝というか昼起きたので、まだですね、頭がちょっと回ってないんですね。あと口も回ってないんで、すいません。はい、なんかぼんやりした感じで喋っております。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。